時刻は4時18分です。それではここから東北の絆、熊本の絆のコーナーです。このコーナーは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。このコーナーが始まってからずっと税理士法人山重会計事務所の皆様にはご提供いただいてお世話になっております。ありがとうございます。さて今日はラジオネームるんちゃんから送られてきました映画の情報の中の一つに命の形という映画が来年1月21日から横浜シネマジャック&ベティ、横浜市中区若保町にありますこのジャック&ベティで行われるというこの映画のこと、実は東北の絆でもお届けしました渡里町のFM 青空の皆様も協力していらっしゃる映画であるということが分かりまして、このコーナーで東北の絆でぜひともご紹介したいと思いました。残念ながら FM 青空は今年の3月24日でしたでしょうかね、開局の同じその日付の時に閉局をなさっていらっしゃいます。2011年の震災があった後、私は6月に仲間たちとともに沿岸部のラジオ局回ったんですが、その時に FM 青空さんにもお邪魔させていただいて、宮城県、渡里町です、山本町の少し上でありました。そして西垣さんにお話を、伺ったその5年前の、音を前回の東北の絆でもご紹介いたしました。そして長い間お疲れ様でしたというふうにメッセージもお届けしましたが、またその FM 青空さんが協力してできた映画が命の形という映画、これをラジオネームるんちゃんさんから教えていただき、今日はこの東北の絆でご紹介いたします。命の形、画家、絵本作家伊勢秀子という副題が書かれてあります。ヒューマンドキュメンタリー映画、伊勢真一演出作品です。伊勢真一さんの映画は本当にもう感動的なものがたくさんあります。私も遥か昔にえんとことかなおちゃんという映画を見ました。その他にも伊勢さんはたくさんのドキュメンタリー映画を作っていらっしゃって、つい最近では妻の病、レビー小体型認知症という映画、そして夢のほとり、認知症グループホーム福寿荘という映画を2014年15年と作られた監督さんであります。この伊勢さんが、この伊勢真一さんが伊勢秀子さん、絵本作家伊勢秀子さんを取り上げた映画であります。画家、絵本作家伊勢秀子を映像作家伊勢真一が描いた命の形の物語、まるで絵本のようなドキュメンタリーというふうにこのチラシには書かれてあります。無人の荒野、被災の地で絵描きを呼び止めたのは一本の黒松だった。たくさんの伊勢秀子さんの絵がこのパンフレットには書かれてあるんですが、根こそぎ倒れたその木、これを伊勢さんはただひたすら描き続けたそうです。その木に呼び止められたとしか思えないの。友人の伊勢秀子さんが興奮気味にその木のことを語ってくれたのは確か2012年の忘年会の席だった。根をむき出しにして横たわっていたという黒松、秀子さんがその木と出会ったのは私の映画傍ら、3月11日からの旅、2012年制作の舞台、宮城県渡里町吉田浜だという。勢いに押されるようにして吉田浜に向かったのは2013年年が明けてすぐのことだ。あの津波で集落の跡形さえ見えなくなった荒野にその黒松は待ち受けていた。堂々としていた。被災地ではそれまで筆を取ることができなかったという秀子さんがごく自然にスケッチ帳を取り出す。そしてごくごく自然にカメラは回り始めた。黒松の倒木に寄り添う秀子さんのその姿にまた寄り添うように撮影は続いた。
見尽くし書き留めるのだと秀子さんは言う。書き終えた作品を額に入れることもしなかった。未完の物語だからと。黒松との出会いから4年の歳月が流れた。生まれ育ち朽ち果てまた生まれ巡る吉田浜の一本の黒松。秀子さんは命と語り合い、そのメッセージを絵や言葉のにし形にしていく。命のこと、一人一人の、一つ一つの命のこと。命にはそれぞれの名前があり形があること。こんな風に綴られているんですね。もうぜひとも見たい映画の一本であります。そして伊勢秀子さんがその黒松をスケッチしているね、その写真が載っているんですが、大きく上を見つめながら鉛筆を持ち、そしてスケッチブックを持って描いていらっしゃる、その写真とっても印象的です。東北の絆を続けていると、いろいろなところから情報を皆様からいただくことがあります。今回も多分この放送でジャック・アンド・ベティである映画を見たよっていうことをリスナーさんからいただいて、その映画を見に行きたくてルンちゃんさんはきっと行ったんでしょうね。そしてそこでたくさんのそのチラシ、次に公開される映画のチラシを持ってきて私に届けてくださったという、やはりここでつながりがあるな、ラジオの絆っていいタイトルをつけたなと我が番組ながら嬉しくなります。横浜シネマジャック&ベティ、1月21日土曜日から2月3日金曜日まで2週間ロードショー、大体は1週間のロードショーが多い中で、これは2週間上映なさるということですね。1月21日の初日には伊勢慎一監督の舞台挨拶があります。25日の水曜日にもトークショーがあるということです。命の形、この協力に FM 青空が書かれてあります。渡利町吉田浜が舞台になっているということでね、渡利町でずっと臨時災害放送局として頑張っていらっしゃった皆様のその FM 青空のこともね、伊勢さんはきっと映像に残されたんだと思います。2016年1時間22分の映画ドキュメンタリー命の形、今日の東北の絆のコーナーで皆様にご紹介いたしました。この伊勢秀子さんは私にとってとっても大切な人で、絆文庫でもご紹介して、今絆文庫にもあります傘をささない知覧さんという、絵本、まあ、これは、アムネスティインターナショナルと谷川俊太郎さんが一緒に作った、両親の囚人と呼ばれる人たちを国境を越えて手紙を送ることで救うという活動をして、ノーベル平和賞も取りましたアムネスティインターナショナルのことを分かりやすく書いた本、これが傘をささない知覧さん、そしてその絵を描いたのが伊勢秀子さんなんです。伊勢さんがご病気になって、谷川俊太郎さんは伊勢さんが治るまで待とうと言って、そして伊勢さんに書いてもらった素晴らしい絵本、絆文庫にありますのでね、ぜひこちらもご覧になってください。今日の東北の絆、命の形、画家絵本作家伊勢秀子ご紹介いたしました。るんちゃん、この情報を寄せてくださって本当にありがとうございます。東北の絆のコーナー、税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。